韓国女優ソンヘギョが俳優チャンギヨンとのグラビアを公開した。ソンヘギョは11日午後、自身のインスタグラムを通じて、イゲタイマ、別れの途中ですという文と共に写真数枚を掲載した。今回公開された写真はソンヘギョとチャンギヨンがファッションマガジンデイズドコリアといったグラビア。公開されたグラビアの中のソンヘギョとチャンギヨンは、優しいポーズで甘いメロなコンビネーションを完成しており、フォロワーたちの注目を集めた。一方、ソンヘギョとチャンギヨンが主演の新ドラマ今、別れの途中ですは、別れと書き合いと読む、甘くてしょっぱくて、辛くて酸っぱくて苦い別れのアクチュアリー。ソンヘギョをはじめにチャンギヨン、チェヒソ、キムジュヒョンなどが出演する。今月12日に初回放送予定。北村匠海、2021アジアアーティストアワードに出演決定。レオ、秀民との同性愛疑惑を釈明。僕の人生で3本の指に入る親友写真と撮った時2人今日気分が良かった、よくスキンシップをする。変な意味のスキンシップではない。韓国史上最悪の性犯罪 N 番部屋事件のガッガッことムンヒョンウク被告に懲役34年、ブッダことカンフン被告に懲役15年が確定。